はい、どうもみなさんこんにちは、たよです。今日もモンハンダブルクロスやっていきたいなと思います。で、装備の方はね、まあ、前回と変わらずって感じなんですけども、しばらくはこちらの装備でいくかなという予定になってます。はい。で、今回討伐していくモンスターはこちら、雪の地ウルクススってことで、なんかね、ウサギみたいなコアラみたいなモンスターですね。飼っていきましょう。お食事は、そうっすね、これでいいかな。これでいいかな。よし、行きましょう。で、こちらのウルクススもなんですけども、まあ、最近ではね、見なくなったモンスターかなと思いますけども、まあ、こちらもね、ライズで復活するのかどうかという感じですね。ホットドリンクはまだギリギリになって飲もうか。携帯食料で食べさせてもらって、ホットドリンクは一応構えていくと。で、5、5、6、8、どれかにいると思うんですけど、うん、いいね。あれ、こいつなんだっけ、名前を忘れてしまったね。うん、雪山があると。雪山はね、ホットドリンク必須ですので、まあ貝はね、まあね、配られてるんで、まあ2個ぐらいはね、まあ、みんな持ってると思うんですけど、まあ、上位からはまあ自分で準備していくと、まあ、ワールドになってからね、まあ、マップとかの概念もね、まあ、変わってきてるとは思うんですけども、まあ今まではね、モンハンに限っては、まあ貝はちゃんとマップも配られるけども、上位からは、初期位置もね、まあ違くて、まあマップも、うん、まあ序盤ではないと。うん。なんでスキルで千里眼とかね、つけると、マップがね、常に解放されたような状態にできるんですよね。ちゃんとね、この辺も回収していきましょう。これも、今は、まあ、珍しいギガノスですね。うん。これ8番かな?ペイントボール構えて、うん、これがね、ウルクススですね。見た目的には青柱を知ってる方であれば、まあ想像はつくかなと思うんですけど、まあ今までのモンスターに比べてちょっと小柄かな。はい、はい、オッケー。動きはね、比較的速いですね。で、雪玉を転がしてくると。前転も行うと。雪玉コロリン、これで転がってくると。はい。はい。バックドロップ。はい。回ってくる。はい。はい。はい。痛い。それ痛いね。はい。はい。
はい。ここだね。はい、はい。痛い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 。溜まっていく。はい。はい。うまく避けていく。はい。はい。それは危ない。あー、危ないね、これ。はい。避けて。はい。避けて。はい。はい、これも避けて、ちょっと待って、当たってない、痛い。動き早すぎ、痛い。なかなかやるやん。はいはい、ナイス、いいね。では、キチンラムに、キー。いいね。危ない。いなせるやつはいなして、動き早すぎ。まずいよ、切れ味がまずい、痛い。みなす、まずいよ。危ない、回復させてもらって、痛い。はいはいはい、こいつ。はい、それまずい。あー、お前か、逃げたね。トイレ食べる。よし、行きましょう。滑ってきてるね。滑りすぎ。端の方だと戦いづらいので、これは転がる。それまずい。いなす。はい、ここ敵をこう、これまずい。はい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 、いいよ爆弾、それナイス。あ、 V 破壊したね。破壊していく。危ないか。
動き早っ。玉いいね、爆弾いいよ。ああ弱ってる弱ってる。はい、今のうち研いでおきましょうか。はいはいはい、よけていた。ほら危ない。危ない。回復痛い。はい、滑りすぎ。はい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 、一体はい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 、痛い。転んだね。はいはい、いいね。オッケー。爪、これなんて読むの、復興でいいのかな。この辺も何か取れたよ。あ、千里眼投げない風、ペイントボール、ペイントボールありがたいね。自分は結構ペイントボール、まあ、常につけておきたいタイプなので、うん、助かりますね。ネットもいいですね。よし、はい、まあ、てなわけでですね、まあ、今回は、まあ、ウルクススのね、修行に行ったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、ウサギ系のね、モンスターで、まあ、あのモンスターについては、二つなんと呼ばれるね、まあ、後々戦うことになると思うんですけども、まあ、そういったね、なんでしょう、まあ、ネームドのね、まあ、モンスターが、まあ、いますと、まあ、言ったところでね、まあ、いずれはそういう敵とも戦わなくちゃいけないので、ガンガンね、進めていきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。